今欲しいものある？バッグとかコートとか。ああ、子供が医学部に入れる学力が欲しいかな。え？友人はドン引きしてしまいました。このままでは母が変な人だと思われてしまいます。慌てて言い直しました。違うの、誤解しないで。国立の医学部に入りたいって言ってるわけじゃないのよ。家を売る覚悟はあるから、私学の医学部に入れてもらえないかなっていう意味なのよ。とにかくバッグやコートではないのね。友人はもっと引いてしまいました。チャンネル登録よろしくお願いします。何年か前にサラリーマンの友人が言いました。進学の子が私学の医学部の推薦をもらったのよ。いいね。その後親戚は通いなの？いや、普通のサラリーマンよ。え、支払いは誰が？医学部の学費って借りやすいみたい。銀行で借りていたわよ。いざ入学してみるとサラリーマンの子供も意外といるみたい。そんな手があるのか。友人のご親戚が進学した私学の医学部は安い方の私学の医学部ではなく、高い方の私学の医学部でした。安い方は6年間で2000万くらい、高い方は4000万以上します。安い方なら家を売ればまだなんとかなりそうだけど、高い方はサラリーマンではどうしようもないから、銀行で借りるしかないわよね。この話を違う友人にしました。聞いて、お友達のご親戚がサラリーマンなのにお金を借りて私学の医学部に行かせたのよ。すごいわね。そんなことができるよね。あー、それね、昔うちの主人の親友がやったわ。え、それでどうなったの？主人は全国で一二を争う医学部に進学する高校の出身なんだよ。みんな医学部に進んだんだけどね、主人は成績が底辺だったから同志社に進んだの。その時同じくらいの成績だった親友が言ったの。お前は医者にならなくてもいいのか。仲間はみんな医者になるんだぞ。俺は親にお金を借りてもらうから。お金を借りてでも医者になるから。自分だけが同志社大学。その親友はその後頑張ってね、10年で親に医学部のお金を返したんだって。すごいね、私学の医学部ってサラリーマンの子でも行けるんだね。この話をさらに親族の医者にしてみました。あー、そんなの僕らの時代までかな。医者が金銭的に優遇される時代はもう終わると思うよ。多分やめておいた方がいいと思うわ。あらあら、母は思いました。投資して回収できる学部ってどこよ。いいねボタン、コメント、いつもありがとうございます。